今回安川電機では脳卒中患者の方のために雇用の改善と歩行能力の向上のために足首アシスト歩行装置をですね開発いたしました。脳卒中患者さんなんかがですね普段リハビリで使用されるようなですね単下肢装具にですねモーターが取り付いたような形になっています。でこのモーターを動かしてですね足首をですねつま先を持ち上げたり、逆につま先をですね下に下げて踏ん張るような力を発生させて、歩行のですね改善を図ります。靴の中にはですね足を踏んでいるか踏んでいないかっていうのを判断するためのセンサーが入っていまして、それによってですね歩行のタイミングっていうのをうまく取り込んで患者さんの動きに合わせて足首をうまく持ち上げてあげることでですね歩様の改善を図っています。人間のですね足の伸長反射という現象を利用しておりまして、足首をですね持ち上げることによって膝のですね裏の筋肉が反射によって縮んで、足首を装置で曲げてやると自然とですね膝が曲がって、さらにそれが曲がることによってももも上がるというようなんですね、人間の足の筋肉のですね生理現象をうまく利用してやることで足首を曲げるだけでうまく足を上げてやるというようなことをですね狙っています。また足首をですねつま先を上げるということが脳卒中患者さんのですね歩様の改善のためにもですね一番重要な点になっていますので、足首のみをですねアシストするというような形態をとっています。現在はですね数例試験を行って即時的なですね効果を確認していますので、これからですね実際にですね多くの患者さん認証を進めていってですね治療効果の有無の確認だったりということをしていって2015年頃にですね製品化したいと考えています。